はい、どうも皆さんこんにちは、太陽の歌です。今日も妖怪ウォッチ3全寿司バージョン、前回の続きからやっていきたいなと思います。前回はですね、ケイタくんがゾンビとね、戦ったわけなんですけども、いやー、ナイトゾンビ、ゾンビナイトか、いやあれね、まあ、結構面白いっちゃ面白いんですけど、鬼時間なんかよりもなんかね、結構難しいような感じがしましたね。まあなんかね、割と動き早いなと思って、でボス、まあ、ボスっていうかね、別に赤鬼みたいな大きいやつがいるわけではなかったんですけど、なんかね、一匹一匹の動きが早かったですね。で今回なんですけど、そのマックにね、ゾンビに会ったよっていう話を、まあ、伝えに行きたいなと思います。いやね、今バリバリの寝起きなんで、まあ、声がね、まあ、ちょっと出てないかもしれないんですけど、まあ、そこら辺はね、ちょっとご了承願います。どこだ。こっちかな。とっとっとっとね。あ。時計屋さんか。なるほど、なるほど。ここだね。ボブじいさん。それは面白い。実に傑作ですな。うふふ、そうでしょ？それかな。可愛らしい。ってか、このお嬢様あれですよね。船着き場の近くにいた。こんにちは。あら？あなたは？ごきげんよう。またお会いしましたわね。こんにちは。おや？おや？彼とお知り合いなのですか？ええ、この前港の近くでお会いしましたの。私はドロシー、あなたは？俺は太陽の歌って言います。太陽の歌、とっても素敵なお名前ですわね。いや、そんな褒められるとね、照れちゃうな。お嬢様、お嬢様、少々時間が。あら、サリーおば様、もうそんな時間？では私たちはこれにてごきげんよう。ごきげんよう。なんだ太陽の歌、顔が赤いぞ。風邪か？わあ、マック。マック坊ちゃん、いつの間にそんなところに。だから坊ちゃんやめろって、かっこ悪いから。ちょっとエイリアンの気配がしたから調査してたんだよ。相変わらずよくわかんないやつだにゃん。実はマックに聞いてほしいことがあるんだけど。何？夜のスーパーにゾンビが？そいつは気になる話だな。よし、今日の夜盲信デルマートに行ってみようぜ。それじゃあ一旦解散だ。夜お前の家に行くからちゃんと準備しておくんだぞ。わかった。自分の家に帰ろう。いやでもね、今作はまだ多分夜が行動できないはずなんですけどね。前作はね、バークがいたんで、そのバクのね、力で、まあケイタ君の代わりになって寝てもらったんですけど、まあ、今作もね、前回かその前かな、ハクっていう、多分バクのね、まあ、仲間なのか、なって思うんですけど、まあ、その子をね、まあ、捕まえてるんで、もしかしたらハクが、協力してくれるかもしれないんですけど、ちょっと今宝箱見つけたんで、ちょっと取りたいな。ブルーベリーベーグル。なるほど。
絶対ハクとバークって知り合いだよね。あ、そうだ。そんな時こそ大辞典。ハク。ハクハクハク。どこだ？これガラクタリアンだよね。あれ、ハクいなかった？違うよね。寒がりでしょ？で、これジバニャンだよね。で、トパニャンでしょ？あ、ハクってまだ仲間になってなかったっけ？あれ？なんか仲間になってたような気がしたんですけど、違うもんね。まあいっか、気にしないことにしよう。よし。一旦自宅に帰って、よしと。じゃあ、あとは夜になるまで部屋でゆっくりしとけばいいにゃんね。うん、うん、そうだね。おていきませんに、一つ大事なこと忘れていました。夜の間、出かけていることがお父様とお母様にバレないよう、こちらにバークを呼んでおかないといけませんに。あ、どうしましたてんゆぬてくん、ポカーンとしちゃって。もうやだな、バークのこと忘れちゃったんですか。夜の間、太陽のお宅の代わりにベッドで寝ておいてもらうよ。いつもバクを妖怪ウォッチで呼び出していたじゃないですか。いや、そうなんですけど、いや、もうバクいないからね。うん。って、あーちょっと、まずいよ。バク呼べないじゃん。だって妖怪メダルが。やばいにゃん。そういえばにゃん、こっち来るときウィスパーが。バクの妖怪メダルごと妖怪大辞典をなくしちゃってるにゃん。それギグー。そんなこともありましたに。どうしよう、バクが呼べないんじゃ母さんに怒られちゃうよ。ティーしてる私のフレンドにおすすめのマニキン妖怪がいますよ。引きこもり、おすすめのマニキン妖怪って？なんじゃこれ、かわいい。コロン。かわいい。むむ、この妖怪は、はい、思い出しました。こういったネコロンブス。コロンブスといえばね、あの有名なあの冒険家の方ですよね。うん、新大陸を発見するべく大航海に出てかの有名なコロンブスのように、ゴロゴロ寝転ぶのに理想的な新大陸を求めて旅をしている妖怪でウィス。全然ダメじゃん。ただ可愛いんだけど。おや、ここのベッドとても気持ちよさそうだコロン。もしかしたら長年探し求めてきた新大陸をついに発見したかもだコロン。それはよかったです。キコウモリ、どうしてネコロンブスがおすすめなの？そうですね、そうですね。ネコロンブスさんはネコロブことが何よりも少なかったです。きっとネコロブためならどんなことでもされると思いまして、た
あと今寝転ぶために人間の姿になったりだとか。あ、そういうことか。よし、それじゃあ。ねえねコロンブス、君にお願いがあるんだけど。なんだコロ、うん、夜の間だけ俺の代わりにここで寝ていてくれないかな。え、それ本当だコロ、寝転んじゃってもいいコロ。うん、そうしてもらえると俺もすんごく助かるんだ。もちろんそうさせてもらうコロ。じゃあお礼に友達契約するコロ。え、マジ可愛いんだけどこいつ。いや、可愛すぎかよ。しかも声優さんの声がめっちゃ可愛いんですけど。ニコロンブさん。いや、もちろんそのままでしょう。いや、いいっすね、これ。可愛いんだけど。プリチーかな。ありがとう。ありがとう、ニコロンブス。やりましたね。やりましたね。お送りによる連でも自由に外へ出かけられますね。にゃは、引きこもりの人脈すごいにゃんね。とんでもございません。それでは夜になるまで待つとしますか。夜になるまで自分の部屋で休もう。仲間に入ったってことかな。友達になったけど、あ、いるじゃん。あれ、ここにハクはいないの。あれ、ハクってあっちだっけ、仲間になったの。なんか忘れちゃったなあ。あっちだわ、ハクって。そういえばハクってあれですよね、面白そうじゃなくて、なんだっけ、あっちにいた妖怪だったからこっちじゃないわ。そういえばネコロンブスが D ランクか。で、水遊びが味方全体、味方全員が使う水属性のダメージがアップ。敵のガード効果を下げる。味方全員に身体力発見の号令を出し素早さをダイアップさせる。まあ、そこまで強いっていう感じではなさそうですね。で、揚力タイプか。なるほどね。まあ、メンバーは既存のメンバーでいいかな。よし、休んでいこう。夜まで寝る。だよね。あ、マックが来た合図だ。出た、ネコロンブス。ではネコロンブス、よろしくお願いしますよ。任せるコロ。くぅ、このベッドのふかふか感、ついに発見、新大陸だコロン。やったにゃんね、太陽の歌。これで夜に出かけても大丈夫だにゃん。うん、うん、それじゃあマックも呼んでることだし、そろそろ行こっか。行きますよ。いいし、深夜のセントピーナッツバーグ大探検と参りましょう。はい、てなわけですね。まあ、今回ちょっと早いんですけど、まあ一旦ね、この辺で区切りたいなと思います。まあ次回はですね、この真夜中のね、盲信デルマートにちょっと行ってみたいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左下の方にチャンネル登録はこちらというバナーの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただければ大変嬉しいです。それではまたねー。